この人確か、菊池選手と一緒に練習してね、弟子入りしてというところで守備をね、鍛えているんですけども、なぜかバッティングフォームが、そっくりになったと。お疲れ様です。 KT です。今日は12月5日ということで、本日も KT チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。はい、本日の動画はですね、いよいよ3日後に迫りました現役ドラフトについてですね、最終確認を行っていきたいと思います。現役ドラフトは今週の金曜日12月8日の開催ということなので、あとね、水木金の3日ごと迫っております。まあ、見る方にとってはね、あと2日というタイミングの方もおるかと思いますけども、今現在でいきますと3日後に迫ってきたという段階になってきております。はい、で、まあ、これが終わりますとね、今年1年のイベントは、まあ、大半が終わるのかなということで、NPB 最後のイベントと、大きなイベントということになると思いますのでね、こちらも楽しみに、まあ、楽しみといってもね、カープからも選手1人は絶対出ていくということになりますんで、あんまりね、めちゃくちゃ楽しみということにはならないかもしれないんですけども、まあ、新たに来るね、選手もいるということで、楽しみに迎えたいなというふうに思います。まあ、その他ね、FA 系の選手でいきますと、ベイスターズの石田さんとかね、それからライオンズの山川さんといったところはまだ確定していないのかな。中田の大将はドラゴンズで確定したという報道もありましたので、ね、まだ確定していないところもある中で、いろんな、ね、チームがどうやって戦略を立てていくのかということになっていくかなと思います。まあ、カープでいくとね、外国人選手も野手2人、それから投手2人、まあ、入れ替えが終わりましてね、4名の新しい外国人選手を獲得したということになりますんで、まあ、ほぼほぼね、来季のこの戦力構成といったところは見えてきたかなというふうに思いますので、まあ、最後のピース、まあ、それから西川龍馬選手の、ね、人的保障といったところもありますので、あと2人ですね、新しい選手が加わるというような形になってくると思いますけども、まあ、ほぼほぼ、ね、固まってきたということもありますので、まあ、そこで足りない部分をこの現役ドラフトで補えたら最高だなというような感じだと思います。はい、ということでね、カープのこの現役ドラフトはどうなるんだという動画で、今日はね、やっていきたいんですけども、まあ、去年ですね、2022年の、この現役ドラフトを、思い出しますと、ジャイアンツから戸根千明投手を獲得と、いうことになりました。まあ、30歳という年齢、当時30歳という年齢での獲得と、いうことになりまして、まあ、どうなるかなというふうには思ったんですけども、まあ、丸か×かでいけば、丸になるんじゃないかなというような現役ドラフトだと思います。まあ、他のチームでいきますと、1軍でね、出場機会なく、戦力外になってしまったという選手もいる中で、まあ、春先特にですね、カープのウィークポイントというところで、左ピッチャーの、ね、リリーフというところで、ワンポイントであったりとかね、いろいろ投げてくれるというところを考えれば、まあ、評価としてはまるでいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ワンポイントなんかね、特にカープはここ最近いない、まあ、笹岡監督の方針がね、イニング完結というところがありましたんでね、結構ワンポイントというところはカープであまり見られなかったんですけども、こうして戸根投手がね、今年はそういう部分を補ってくれたということになっております。はい、一方でカープから出ていった庄水選手ですね、こちらは楽天イーグルスへ行ったんですけども、まあ、残念ながら1年で戦力外通告を受けたということで、ちょっと残念になりましたけども、まあ、カープにね、残っていても、厳しい部分があったかもしれないということを考えますとね、やっぱりこの現役ドラフトの一番の目的であります環境を変えてどうなるかというところですね。まあ、違う欲しがっているチームのね、補強ポイントにマッチしていけば、出場機会増えるんじゃないかというところでいきますと、まあ、それがマッチしなかったということになってね、ちょっと残念な結果にはなってしまったんですけども、まあ、一つね、チャンスはもらったけどもということで、これは仕方ないことかなというふうに思います。はい、というわけでですね、まあ、私 KT 的な、カープのターゲットはというところでね、ここから喋っていきたいなというふうに思うんですけども、まあ、さっきね、ちょっと触れたんですけども、外国人選手ですね、バッターではレイノルズ選手、シャイナー選手と、いったところを獲得しまして、ピッチャーでいくとハッチ投手、ハーン投手と、いったところを獲得しまして、まあ、カープの課題であります野手の方でいけば、まあ、ホームランが打てて打点の稼げるバッターというところですね、まあ本当にね、予想といいますか、期待通り活躍してくれるのは分かりませんけども、一旦そういうタイプの選手が取れたということになります。それから、ハッチ選手は、右の先発タイプのピッチャーかな。で、ハーン投手といったところでいくと、まあ、左の、中継ぎタイプのピッチャーというところもね、獲得できました
んで、まあそこそれがなかったらね、右の大砲が欲しいとか、左のリリーフピッチャーが欲しいというところになりますけども、まあこの外国人を獲得できたことによって、この現役ドラフトまでに獲得できたということで、まあそこにこだわる必要もなくなってきたのかなというところはあるんですけど、それでもね、やっぱり左ピッチャーのリリーフというのはもう1枚2枚あっても、全然困らないかなというふうに思いますんで、まあその辺が中心になってくるのかなというふうには思います。はい、でまあ現役ドラフトというところでいきます。やっぱり20代後半から30超えるか超えんかぐらいの、選手がね、多くリストに上がってくるのかなというふうに思います。まあ今の自分のといいますかね、所属しているチームで、環境に恵まれず、活躍の場が見出せないという選手をですね、そこのポジションが余っているといいますかね、空いているところに移って、なんとか活躍の場をね、見出してあげようという制度なので、まあ20前半とかね、高卒で2、3年目の選手はね、まだまだ育成の可能性があるというところはリストに上がってこないというふうに思いますし、まあ逆にね、30代を大きく超えてね、一軍選手でバリバリやっていたら、他のルールですね、FA 権を持っているとか、かつて FA 権で自責してきたとか、そういうところにね、該当しまって、リストに載せることができないということになりますんで、まあその辺をね、考えていくと、やっぱり20代後半で、首にはできないけども、まだなんか使うところがないなという選手が集まってくるというようなね、形になると思いますんで、まあその辺の選手が多く出てくるというふうに思います。はい、で、まあカープでいきますね。やっぱりなるべく若めの左ピッチャーが欲しいかなというところですね。で、まあハン投手の獲得というところもありましたんで、まあ右投手でもいいかなというようなね、ところはありますんで、まあどのような選手を獲得していくかというのを見ていきたいと思います。で、まあ、指名順なんですけども、まあ、ルールをね、簡単に確認しますと、まあ、各チームはですね、最低2名以上、リストに載せて提出します。で、そこから各チームがそのリストを確認して、この選手が欲しいと、言ったところをもう一回提出して、その提出した人数が一番多いチームから順番に、指名していくと、いうことになりますんで、仮にね、その他のチームから、2名、2位で、2番目に多いね、指名数を獲得したとしても、2番目に指名権が来るというわけではなく、一番多かったチームが指名して、そのチームが今度次指名する、そのチームが指名するというふうに、ね、順番に伝わっていきますんで、一番ね、希望の人数が少なくても、一番多かった球団が指名してくれたことによって、一気にね、2番目に上がるという可能性もあるというのが、この現役ドラフトのね、面白いところかなというふうに思います。まあ、その辺はね、一応非公開ということになっておりますんでね、どのように、ね、に進んでいったかというのは確認することはできないんですけども、まあ、記事になったもね、していますので、後からね、しっかり見ていきたいなというふうには思います。はい、というわけで指名順はね、ちょっと読めないということになりますんでね、どのようになるのかというんですけども、まあ1位に関してはやっぱりね、人気選手をリストに載せたところが一番最初に指名することができるということになりますね。ここだけは読めるのかなというふうに思いますけども、まあそれでもやっぱり難しいですね。戦力がね、本当に充実しているチームで、例えばオリックスがね、ピッチャー充実しているから、ピッチャーが何名かね、他のチームに行けば、使えるピッチャーが、リストに乗ってきたということになれば、オリックスがね、他のチームから票を集めて一番最初に、指名する権利をもらえるということになりますんでね、その辺はちょっとね、難しいかなというふうに思いますんで、まあ一旦ね、リストの方を見ていこうかなというふうに思います。で、今日はですね、ちょっと自分でね、この全球団の、まあ、この選手が来るんじゃないかというね、予想さすがに立てることは難しいんで、まあセリーグファンなんで、セリーグの事情はね、ちょっとはね、他のチームのことも分かってはいるんですけども、まあそれでもね、やっぱり2軍の選手を全部、把握できているかといったらそうではないので、特にパリーグなんかね、もう全然分かってないということになりますんで、今日も他の方のね、力を借りまして、今回は週刊ベースボールオンラインさんがですね、予想リストというのを出してくれておりまして、まあ、各チームね、3名リストを上げてくれたということになりますんで、そちらの記事を中心に確認していきたいというふうに思います。はい、ということでまずね、初めリストの方をご覧いただきたいんですけど、ちょっとね、字が小さくなってしまっておりまして、細かい字になっております。で、各チーム3名の、名前が出ておりまして、まあ、お借りしといてね、こんなこと言うのは何なんですけども、ちょっとツッコミどころもあるかなというところはあるんですけども、簡単に確認していきますと、タイガースでいきますと馬場さん、秋山さん、熊谷さんというところになってます。秋山さんがね、32歳4400万で、上がってきて、他のチーム手を挙げるかな、まあ、即戦力でね、
先発ピッチャーがどうしても欲しいというところがあればね、結構手上がるのかなというふうに思いますけれども、まあ現役ドラフトでこの4400万のね、投手を取りに行くというのはちょっと難しいのかなというような感じもしますけども、どうなるかというところですね。まあタイガースで行けばね、もう秋山さんが先発に入れないというぐらい他の先発ピッチャーが充実してきているということで、さすが日本一のチームだなというふうに思います。で、熊谷さんで行くと、この人確か、菊池選手と一緒に練習してね、弟子入りしてというところで守備をね、鍛えているんですけど、もうなぜかバッティングフォームがそっくりになったというような、ね、ところを印象を持っております。はい、でカープで行くと中村翔成選手、宇草さん、堀江さんと、いったところがね、ここ乗っているんですけど、堀江さんあるかな、左ピッチャーが欲しいと、言ってる中で左ピッチャーをわざわざここに乗せるというのはあんまり考えられないかなというふうに考えますね。まあ宇草さんはワンチャンあるかなというふうに自分は思っております。まあバッティングはね、いいという評価の人もいるんですけど、やっぱりかかと重心がもう2年3年経っても治らないというところを考えますと、なかなかねバッティングでも見出せない、そして守備の方はねちょっと上達も見られないということを考えますと、まあ、ここら辺で現役ドラフトの方には、乗せても別にいいのかな。他ね、大森選手とかも今年、1軍でね、一定のこの自分のポジションというのを見出してきましたし、他中村隆弘さんとか、田村さんとか伸びてきているということを考えると、まあ、宇草さん乗ってくるのかなというふうに思っております。で、一番上の中村翔成選手でいきますと、いろいろね2年連続のスキャンダルというところで、まあ、ここに乗せるのも失礼なんじゃないかという意見もありますけども、まあリストにはね、2名乗せてどちらか1名をね、獲得といいますか放出ということになりますんで、まあ、他の球団にも選ぶ権利はあるということになります。まあ、1名対1名でね、全部が動くということになりますね、それはちょっとどうかなというふうには思うんですけども、一応カープとしてもね、2人、リストに乗せるということになりますので、まあ、中村翔選手がね、そういうトラブル持ちで嫌だということであれば、中村選手じゃない方を選んでいただければいいということで、まあ、そこはね、スキャンダルも含めて構成させる、バッティングを開花させるんだというチームがあるかもしれないんでね、ここは別にまあ相手にも選ぶ権利があるということで、リストに載せる分には問題ないんじゃないかなというふうには個人的には思っております。はい、でベイスターズが坂本さん、京山さん、上里さんというところで、ひょっとしたらベイスターズがね、ここ指名権1巡目を獲得するんじゃないかというぐらいね、結構いい名前載ってるかなというふうに思います。で、ベイスターズで行くと、バウアーさん、エスコバーさん、今永さん、それからおそらく、石田さんかな、といったところもね、いなくなるというところを考えると、この京山さん、坂本さんを出して本当にねリストに載せれるのかというところはね、疑問が残りますんでね、ここがないかなというふうには思っております。で、ジャイアンツは松原さん、若林さん、高橋さんというところで、まあ、ジャイアンツもね、秋広さんとか門脇さんとか、若い選手が伸びてきている中で、まあ、この30に迫ってきた、両選手を、まあ、ちょっとね、ここら辺で見切るわけじゃないですけどね、現役ドラフトなんで、はい、まあ、放出しても痛手は少ないという判断になってくるのかなというふうに思いますんで、まあ、この辺は、ね、結構納得なリストということになっております。はい、でスワローズは原さん、梅野さん、太田さんといったところで、まあ、太田さんはねやっぱり内野手、長岡さん、竹岡さんとなってきている、村上さんはまたあと2年ぐらいいるのかなというところで出番がなくて、まあ、この選手が まさに現役ドラフトの、一番適任かなというところでね、他のチームに行けば活躍の場を見出せるんじゃないかなというような選手だと思います。で、原樹里投手に関してはね、カープファンだからなのか、もったいないような気もするんですけどね、カープ以外ではあんまり勝ってないのかなというところで、どうなるのかというところですね。はい、でドラゴンズ行きますと、石垣さん、鈴木さん、橋本さんというメンバーになっております。鈴木さんもね、結構入団1年目はね、こうキンブレルポーズで、結構話題をかっさらってね、最初はまあ結果も出ていたんでね、姿も結構もうムカつくなという感じで思っていたんですけども、まあ、だんだん打ち込まれることによってね、ああいう風なパフォーマンスが、ちょっと滑稽に見えてきたりというところもありましたね。まあ、鈴木博さんで行けば、鈴木誠也選手が確か、バンテリンドームでバックスクリーン横に、ホームランを打ってドアラに直撃するんじゃないかというような、ね、ホームランもあったと、確か鈴木投手だったと思うんですけども、そのように記憶しております。はい、でごめんなさい、パリーグの方はですね、ほとんどわからないんでね、読み上げていってもどういう選手かというのは言えないんですけども、まあ、平沢大河さんとかはね結構有名な感じで、プロ入りしたというのも記憶しておりますし、リチャードさんはね2軍の方で結構タイトルも取っているということで、長距離砲が欲しいというチームではね、本当に喉から手が出るほど欲しい選手なのかなというふうに思いますけども、仮に山川選手がねソフトバンクに行ったら、まあ、指定関係であるんでね、リチャード選手を伸ばすというところも
可能性としてはあるんですけど、逆にねキャラが被るんでリチャード選手放出しやすいというところもありますので、ね、リストにはひょっとしたら乗ってくるかもしれないというようなメンバーになっております。はい、ということでこの中で、いきますと、カープのね先ほどの、ターゲットと、いったところでいきますと、左ピッチャーを中心にちょっとね色をつけていきますと、このように、なっておりまして、坂本さん、それから高橋優希さん、ドラゴンズの橋本さんで、楽天のこれ湯気さんっていうのかな、はい、そして、ライオンズの浜谷さんと、いったところがですね左ピッチャーでというところになっておりますね。まあこの辺がカープの、ターゲットになってくるのかなというふうに思います。まあその他ねやっぱりリチャード選手もね右の大砲ということで、空いていたらね取りに行ってもいいのかなというふうに思うんですけども、やっぱり外国人選手をね、2人取ったということになりますんで、まあ少なくてもねこう高い年俸を払って、海外からね選手を取ったということになりますと、いくら状態が上がってこなくても1ヶ月ぐらいはね、我慢して使うだろうと、このレイノルズ選手と、シャイナー選手をね使うだろうということ に、思いますんで、まあ、そこでね状態が悪かったらじゃあリチャード選手試すかというふうにやっていますとね、もう1年終わってしまいますんでね、まあ、やっぱりこの1年といいますか2024年はこの外国人選手2人で、長打力を補うんだというふうにね一旦決めたということであれば、まあ、この2人にねもう託すしかないんじゃないかなということで、まあ、熱くしたいという思いは分かるんですけども、リチャード選手は見送りかなというふうには個人的には思っております。まあ秋山選手もないだろうしね、他見ていきましてもね、やっぱり年齢とかね、それから年俸とか、見ていきますとこの辺のね左ピッチャーが、一番いいのかなというふうには思います。はい、ということでですね、まあ KT 的に、ターゲットをねここから絞っていきたいということで、見ていきたいと思います。はい、ということで、まあカープがね取る順番まで、その選手が残っていること、さらにはねもう実際のこれはあの中間ベースボールオンラインさんが作ってくれたリストということなんで、実際のリストがどうなるか分かりませんけども、まずは実際のリストに載っていること、でさらに、カープが指名する順番までその選手が残っていることということがね大前提になってきますんで、ちょっと3名ぐらいですね、絞ってみたということで結果見ていきたいと思います。こちらと、いうことですね。まあ1人目がですね、ジャイアンツの高橋優希投手ですね。この投手には結構カープもやられたというような、ね、印象がありますんで、この選手が空いていたら取りに行ってもいいんじゃないかなというふうには個人的には思います。はい、そして2位はですね、まあ皆さんと言いますかね、先ほどのところであえて色をつけなかったんですけども、千葉ロッテの佐々木千早投手ですね。こちらも面白いんじゃないかなというふうにはね思いまして、まあ右ピッチャーではあるんですけども、カープにはいないちょっと変則的な投げ方をするというところでね、一つスパイスになるんじゃないかなということで、右ピッチャーではあるんですけども、このピッチャーが、残っていたらね、取りに行っていいんじゃないかなというふうに思います。で3番目はですね、もうあんまり、根拠はないんですけども、まあ、ドラゴンズの左ピッチャーの橋本投手と、いったところ13番ということでね、まあ、カープに来たら森浦投手いますけども、はい、このピッチャーで、3番目と候補と、いうことにさせていただいております。はい、ということでですね、まあ現役ドラフトなんでね、ちょっとあの一軍で、バリバリで活躍した選手と、いうのは見当たらないんでね、なかなか評価するのも難しいので、まあ本当にね、この先どうなっていくかという先見の目を持ちながら、取りに行かなくてはいけないということで、まあ去年に行きますと、大竹投手、それから細川選手と、いったところでね、もう一軍でタイトル取ったりとかね、もうそれに近い活躍をするという選手を見つけ出すというところですね、ぜひとも頑張っていただきたいなというふうに思います。まあ我々がね、思っているところ以上にね、いろいろ考えがあってというような現役ドラフトにはなると思いますけども、まあ、この週刊ベースボールオンラインさんのリストでいくと、KT 的にはこちらの3人にね、絞って、1人目が残っていればこの高橋投手で、残ってなかったら佐々木投手、残ってなかったら橋本投手と、いった形で、ね、取りに行っていただきたいなというふうに思います。はい、というわけで、本日はですね、現役ドラフト最終確認ということで、まあ、どの選手をね、取りに行くんだというところで、週刊ベースボールオンラインさんのリストをもとに、考えてみました。いかがだったでしょうか。まあ、皆さんが思いますね、現役ドラフトで狙いたい選手といったところ、今日のリストに載ってない方でも、全然結構なんで、どこどこのチームの誰々が取れたらいいなというようなところもね、コメント欄で残していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、いよいよね、3日後に迫った現役ドラフト、楽しみではありますけどね。まあ、誰が出ていくかというところも気になりますけども、まあ、それをね、言っていたら、チームの発展もね、できないというふうに思いますんで、まあ、そこはですね、ぐっと、こらえて出ていく人は、関係ねえということで、そんなの関係ねえ、やっちゃおうや。はい、ありがとうございます。おやすみなさい。失礼します。